さなきゃなかったと、コロナでちょっと終わったもんですから、大体一気に廃棄処分みたいなところになったそうですけど、これも仕方ないところではあるんですけど、減少とか高齢の人が増えたりとかってして、実情やっぱりこの島って厳しい状態にあるんですけど、自分たちがこう示していけばやっぱ若い人も帰ってきて、あのやってみようかというふうになってくると思う。飽きないの心得にも参加したいっていうことがやっぱりあるんですけど、一緒にこう作って成長して支え合っていくものだなっていうのを本当に感じます。やっぱり地方で頑張ってる生産者を応援しようという我々の思いを感じてくれてる、だから一緒にやっていってるところが多いかなと。商店街でそういう、まあ、島の暮らしとか地域の暮らしとかそういうものを紹介していけるといいなと思います。なんか私たちだけが儲かるんではなくて、生産者の方も喜んでいただいて、で消費者の方も美味しいものを食べて喜んでいただいて、そういうあの素晴らしいビジネスモデルがきっとできて、みんなが三歩ともに満足いく商いができるんじゃないかなって、そういうふうに思っています。クベック商店街はなんか生産者とのバトンリレーというか、つないでいくって感じですかね。それがクベック商店街だと思います。